お花紙でかぼちゃのランタンを作りましょう。セットの中からオレンジ色と緑色のお花紙を出します。ザラザラの方を上にしておいたら1枚を90度回して重ねます。細長いお花紙を折り目に沿って×印に置きます。端に糊をつけ角を折り曲げます。セットの中に入っているザラザラの紙をよく揉んで丸めます。これをオレンジ色のお花紙の真ん中に置き、周りから包んでいきます。先がきれいにまとまったら、緑色のお花紙を半分に折り、糊をつけて巻いていきます。先が飛び出したら折り込んでください。これでかぼちゃのヘタができました。軽くつまんで形を整えておきましょう。黒い小さい紙を出します。三角は目と鼻、三日月型は口になります。口のパーツに歯の形を書いて切り取りましょう。パーツができたら糊をつけてかぼちゃに貼り付けます。目や鼻の位置、歯の形などを工夫して、面白いかぼちゃのランタンを作ってください。黒いお花紙で真っ黒クロスケも作って、一緒に並べると可愛いです。